石巻市の雄勝小中学校では、復興のシンボルとなった奇跡の桜をモチーフにした壁画の制作が進められています。昨日は小中学生合わせて33人が木の板をキャンバスに思い思いにペンを走らせました。中学校の旧校舎で震災の津波に耐えた奇跡の桜。今年は木が弱り、花を咲かせませんでした。桜の命に陰りが見える中、子どもたちはこの桜のことを胸に刻み、後世に伝えていこうと制作に取り組んでいます。何を描いてたのかな？奇跡の桜の子どもの未来。海と桜が合わさった絵っていう風にしたい。桜だけだとなんかちょっと寂しいし、お月は水産業だし海も綺麗だから。壁画の制作は雄勝に滞在して住民と交流しながら作品を作ってきた芸術家安井隆之助さんと子どもたちが一緒に進めています。子どもたちが大人になっても自分の母校だったりとか雄勝のことをを忘れないでほしいというか、常に思っていてほしいっていうのが、まあ、今ここにいる雄勝の住民の方から結構声が聞こえてきたので今回やらせてもらいました。今後子どもたちの絵を並べ、高さ 1.8 メートル、幅 3.6 メートルの作品として来月6日に完成予定です。